さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ま、ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ。ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ。あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザー、おめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うためにずいぶんとトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうもの、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんどよ、無理みてえだな。この手出すかな。この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつくねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直にあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。すげえ。安っぽいネーミングですが。さあ選手交代だ。あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、あなたにお見せします。やるな、やめるな。あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、少しホコリがついてしまいましたね。ちくしょう、まさかここまでとは。ではさようなら。待て、様、私の復讐の邪魔はしないとおっしゃっていましたよね。
なるほど、地球人に頼まれたわけですか。破壊神ともあろうものが、ずいぶんお優しいんですね。そんなわけないだろう。僕は破壊神だ。この地球にも人間にもまだ利用価値があるからね。今壊されちゃ困るんだよ。それに君のその強さだって、あいつらのおかげで手に入れたものなんじゃないのか。確かに、私がここまで強くなれたのは孫悟空さんとベジータさんがいたからですが。わかりました。とどめを刺すのはやめておきましょう。ただし2つ条件があります。まず、今後ビルス様はフリーザ軍の動きに決して介入してこないこと。構わないさ。僕は基本誰がどう動いても介入しないからね。では2つ目、この地球を襲わない代わりに私の部下を生き返らせるためドラゴンボールを使わせていただきたいのです。それもいいんじゃないのか。今この地球で僕らを除いては君が一番強いんだ。ドラゴンボールを使おうとしても止められるやつはいないだろう。交渉成立ですね。